ルトちゃんのマグカップが当たりました。こんにちは、フルート奏者の町井愛です。今日はソラちゃんと一緒にいます。多分そのうち動いていっちゃうと思うんですけど、あ、行っちゃいました。ソラちゃん、今日はフルートの動画じゃないんですね。少し前にですね、トミックさんっていう人気 YouTuber さんのセカンドチャンネルで、ルトとロゼっていうベンガルの2匹の猫さんがよく動画になってるんですけど、それのプレゼント企画があって、で6800通の応募があったそうなんですが、そのうちの一つになんと当選したんですね。それがようやく届きました。ちゃんとウームさんから届いてます。ありがとうございます。ちゃんとね、この品名のところにマグカップルトって書いてあるね。このルトちゃんのマグカップが当たりました。それを今日は開封していこうと思います。そう、これね、開封動画絶対撮ろうって思ってたので、撮らないと中が見えなくて慌てて撮ってます。カッター持ってきておけばよかった。カッター取ってきます。よいしょよいしょ、開きました。じゃん。お、プチプチにくるまれてましたね。もう見えてますね、かわいい。じゃーん、こんなルトちゃんが印刷されてるマグカップが届きました。かわいくラッピングもされてます。すごい嬉しい。もうちょっとこのガサガサ音が気になってこっちに来てくれました。さやちゃん、さやちゃん。はい、そらちゃんも暴れん坊さんですね。これが気になるね。じゃーん、かわいいルトちゃんが印刷されてます。そしてちゃんと後ろにはトミックネットセカンドチャンネルっていう風に書いてますね。すごい可愛いです。嬉しい。すごいたくさん応募あるだろうなと思ってたんで、絶対当たんないだろうと思ってたんですよ、ね、6800通の応募で、このマグカップは2名様にしか当たらないっていうもので、トミックさん自身もこのキャンペーン用に作成しただけだから、トミックさんたちの方にも在庫が残ってないそうなんですね。だからすごい貴重な貴重なものだと思います。大事に使いたいと思います。トミックさん選んでくださってありがとうございました。大事に使いたいと思います。はい、今日はさらちゃんも気になるね。今日はそういうわけでフルートの動画じゃ全然なかったんですけど、またフルートの演奏とか、あとフルートのお悩みにお答えする動画を撮っていきますので、説明欄の方からフルートお悩み相談室の方にお悩みとかリクエストは送ってください。他の演奏動画とかもぜひ見ていってください。今日は抽選で当たったものの開封動画でした。そらちゃんでした。また次の動画でお会いしましょう。それでは。Yeah.